どうも皆さんこんにちは、タルバック工場のアンデです。今回はラッキーボーイで遊んでいきたいと思います。それでは今回こちら第17話噂のクレープ屋、これで遊んでいきたいと思います。あ、来た。あ、なるほどね。お金を持って並んでると、で右にも行けるぞ。あ、おばあちゃんおばあちゃんが危ない状況にいるが、とりあえずクレープもらおう。お、いいね。はい、どうぞと。クレープあげますよと。はい、これが美味しいクレープですよ。私の自慢の腕をよりにかけて作りました。さあラッキー行くの番。いじめだろそれは。あ、ペイペイ鳴らそう。これをうるさくすることによって、なんだ、なんかないのか。あ、なんだこれ、なんて言うんだっけこれ。うわ、名前忘れちゃったこれ。あ、いいぞいいぞ。どこ行くんだどこ行くんだラッキー。あ、死んだかもしれない、死んだかもしれない。あ、わかった。おばあちゃんにあげるんじゃない。来た、おばあちゃん、いかつい。いいね、おばあちゃんかっこよすぎるでしょ。あ、車がいっぱい通ってるぞ。あ、はいはい。あ、新クレープ屋さん来たぞ。なんだ、あ、こっちにも新装開店みたいな。え、どうすんだ。あ、いた。あ、気づいた。しかもお姉さんパターン。はい、これでくださいみたいな。さ、どんな、あーら、もうレベルが違う。もうこっちが5だろ。あ、帰ってった。お前ず、あー、並んでる。お前もう男だな、やっぱり。大物釣り大会。うわ、マグロとか釣っちゃうんじゃない。お、なんか下見れるぞ今回。あ、カジキがいる。あ、餌もつけずにやってんの、何してんの。とりあえず、あ、あ、鳥が飛んでくぞ。で、こいつやばいって。あ、取ってあげて。はいはいはい。お、いいね。お、なに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 、何してんの、何して、何して、何してんの。やばいやばいやばい、な、あ、ほらよ、みたいな。お前、冷静すぎない。あ、すげえ。いや、お前、メガネ、お前、犯罪だからな、それは。あ、なんか来た。あ、引っかかる。わかめた。うわ、うわ、うわ、この男の子、えぐい。え、なになになに。あ、わかった、わかった、わかった。鳥を飛ばします。今だ。釣れ、おせえわ。え、お、お、え、意味ね。ちょっと待って。あ、わかったかも。カモメ2135って書いてあるから、右から2番目なのか左から2番目なのか分かんないけど、そういう順番に押していくんじゃない。じゃあ左からやってみます。2番1番3番。どう。あ、ほら来た。え、そういうことだ。で釣り上げると、うわ、これ天才かもしれない俺。で多分この魚をここにくっつけるんだ。そうするとカジキが、はい、来ましたよと。あげろ、ボヤッケ、頑張れ、大物、二人がかりで、いけ、釣り上げろ、ヤッホー。ファインディングにもも大喜びよ、これは。さすがラッキーくん。うまーそう。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方は、チャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼ってますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。